はい、どうも。久々に実家に帰ったら近くにめちゃくちゃ美味しい中華料理屋さんができていたミソです。はい、本日はですね、帝王実業高校最強キャッチャー編成で J11 の選手を作成することができましたということでですね、そちらのサクセスの様子をこの後の皆様に見ていただこうかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。でですね、帝王実業高校配信されてから全然ね、サクセスの方の動画出せておらず大変申し訳ございませんでした。ちょっとね、最近身内に不幸がございまして、バタバタしていた影響でなかなか動画の方が作れませんでした。まあ、ここからね、ガンガンサクセスの動画だったりね、帝王の攻略動画出せていけたらいいかなというふうに思っておりますので、改めて皆様よろしくお願いいたします。ということでね、まあもうね、皆さんご存知の出来だとは思うんですけども、大谷、ルーカス、友澤、三笠、立川、アルミン、サポートに峰本、遥香、木地田ということでですね、こちらのデッキ編成で今回やってまいりました。はい、やっぱこちらのね、デッキ査定がとんでもないことになっておりますので、今ね、最強決定戦が開催されている中でもうみんなね、このデッキでやってますね。はい、まあ、中には J15 の選手をね、作った方もいらっしゃるということでですね、まあ、私もね、このデッキで強い選手できたらなというふうに望んでおりますが、一応 J11 の選手作ることができました。まあ帝王のね、まあハマる流れっていうのもね、だんだん分かってきましたので、そちらをね、皆さんにシェアできたらいいかなというふうに思っております。で、まあサポートに関してはね、まあここまあ好き嫌い分かれるかなというところですかね。まあ帝王の固有キャラ1枚入れるっていうのはもちろんのこと、はるかのところですよね。もうサブレ寄せガン無視するよっていう方は藤崎しおりだったりね、木村美香の回復入れてあげてもいいんじゃないかなというふうに思っております。で、キジタはね、立川とコンボがあって評価プラス10してくれますんで、まあキジタは安定して入れてた方がいいかなというところでございます。これでパワー上限ぴったりね、プラス20で100まで上げることできますので、はい、まあ見栄え的にもいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということでね、バランスを取るのも結構大変だね。この帝王サクセスで結構いいバランスでね、綺麗なサクセスもできましたので、ぜひ最後までご期待ください。それではサクセスの方へどうぞ。それではサクセス解説していきます。持ち込み手は天才招きサポーターです。で、初手はメンタル練習行くか休むの2択って感じですね。メンタル練習があまりにも渋かったら休むでいいと思います。で、あとはひたすら総攻守の猛特訓をしていきます。これいい感じにね、分散してくれたら嬉しいんですけども、まあここも運要素の一つですね。で、天才覚醒はミートコツでした。で、天才覚醒の当たりランキングで出しましては、1位がパワー骨、2位がミート骨、3位が肩骨って感じかな。この3つどれか引けたら基本的には当たりだと思ってください。ソウル E 守備補給は若干微妙かな、この出来だと。ソウル E は上限積んでないし、守備補給は単純に上げやすいところの骨もらってもちょっと渋いかなってところですよね。さあ、今のところはいい感じですが、で、ここは、猛特訓するよりかは、メンタル練習で、この猫髪のね、甲の数値、上回ることできますので、体力回復しながら、ルーカスのメンタル踏んで、なおかつ、パワーヒーももらっちゃうっていうね、効率のいい練習ですね。まあ、二つ勝ってればいいので、とにかく、撃破を狙っていくんですが、なかなか打撃筋力で来てくれません。打撃筋力以外では極力行きたくないんですが、最序盤って、これ、一人しかいないんで、打撃筋力に来る確率5分の2なんですよね。それって意外に引けないんですよ。で、後手後手になってしまうと、まあ、撃破が遅れちゃって、まあ、サクセスのね、総経験点も落ちてくるというところで、ここはもう肩練習で妥協しました。一応肩も2枚いるので、まあまあまあ最悪、いいかなって感じですね。特に、まあ、天才もね、タイプするのもったいないですし、最序盤ね、大筋力いけないっていうのは、まあ妥協してもいいかなと思っております。まあここから盛り返していけばいいからね。さあ、ここは、ヘビシマ、矢部の数字見ながら、バランスよくいくならこうかな。で、アルミンが肩練習というところで、アルミン評価上げたかったんで、今、アルミンにしましたね。
さあ肩来てます。おいいですね、ダブルタック立川なんで、まあもうこれは許容範囲かな。うん、まあ、体力レベルがちょっとねマックスじゃないですけども、これは行ってしまいましょう。肩ダブルはなかなか引けないと思いますんでね。さあこっから回復イベントを駆使しつつ、まあ今度こそ打撃か筋力で行きたいところですね。打撃来てるが矢部に勝ててない。さあちょっと立ち往生してますが、ここはもう高特訓で、うん、まあ、2つ上回れるので、まあ、これでまあ次のターンに期待かなってとこですね。さあ大谷が来ましてどうですか。あ、いいですね、これで、うん、まあ大処理じゃないですけども十分です。まあ大処理にこだわなくても全然いいかなってとこですよね。うん、さあこれで一応打撃でバーニング練習が狙う形取れましたので、まあ、ここはもう休むですね。うん、もう体力ないときは休む。休むことによって、練習効率も上がって、体力レベルもね、マックスまで持ってけますので、この次のターンのタックにはめちゃくちゃ期待でございます。さあ、どうですか？はい、ありがとうございます。ちょっと大谷に体力下げられたのはちょっとあれですけども、まあまあ結局完走してるんで、よしとしましょう。ただこれあれかな、体力レベルマックスじゃないとあれなのかな、追加経験点若干落ちんのかなって考えたら、ちょっと大谷許すマジですけどもね。ただあのイベントはね、パワーヒーもらえるだけじゃなくて体育サライチも伸ばしてくれるんで、あれはまあ攻めるしかないかなってとこで、さあ一発目の大器4人タック踏めました。これも最高ですね、ありがとうございます。これでまあ序盤の肩練習の、うん、若干渋いやつは取り返したかなってとこですね。で、ここからまた猛特訓で、うん、どんどん風格を上げていきます。まあ、二つ余れればいいので、うん、それを狙っていきつつ、まあ、ポイントにも書いてあるんですけども、この風格が上がるタイミングをしっかり頭に入れるっていうのは大事ですね。さっき、まあ、気合ゲージはマックスになって、風格がオールプラス10されたと思うんですけども、これを頭に入れておくこと、めっちゃ大事です。うん。これを活かして、うん。次の打倒に備えるって感じですね。なんで、気合ゲージがマックスになる前に、バーニング練習は終わらせておきたいってのがあります。で、大気練習、また踏めましたね。OK です。このね、バーニング練習の街をね、二つ以上作ってしまうと、そこにね、キャラたちがね、分散するっていう良くない傾向がございますので、バーニング練習の街はできる限り一つにしておきたいんですよね。うん。なんで、まあ、多少弱くてもバーニング練習を踏んでいって、まあ、次の大筋力練習を備えるって形を取るのが、まあ、大事なんですよね。ただそこの見極めが非常に難しい。まあ、よく書くとマジでね結局バーニング練習踏めずに終わるとか全然ありますので、うん、まあ、適切なタイミングで言ってあげることは大事ですね。今みたいにねトリプルプラス1人とか言ってくれれば十分火力出ますんで、うん、これも休むコマンドがうまく働いてくれてますね。うん。マジで休むの一旦は、こういう風に化けますんで、全然ガンガン使っていきましょう。OK です。これもいい感じに経験で出せましたね。あ、やっぱ体力レベルマックスじゃないと追加経験で落ちるね。さっきの大谷のあれ、痛かったな。で、これはまあクリスマス前なんで、まあ真ん中でいいかなって感じですね。どうせ体力回復するんで。OK です。クリスマスとか、あとはバレンタインでもね、風格上がりますんでね。まあ、そこもしっかりと頭に入れておきましょう。さあさあさあ、猛特訓をしっかりしていきつつ、で、ここ、初詣はもう、家で休みましょう。ランダムでね、風格が3つ上がります。まあ、これも地味にでかいですからね。さあ、くすいと矢部を見ながら、うん、もうちょっとずつですね。なんで、まあ、守備か、守か、攻のどっちか、守にしましたね。で、ミカサのこれはね、もう、極力練習に付き合うようにしてあげてください。もう、サイレンチャップマジ大事なんでね。うん、体力レベルマックスの、猶予フレームと言いますか、が上がりますからね。さあ、守と走は微妙なので、ここもまあ、猛特訓かな。これで、うん。ワンチャン、矢部からは大勝利が狙えるかな。どうだろう。お、唾液来ましたね。OK です。さあ、3連続唾液は素晴らしいですね。うん。これやっぱ、ね、唾液筋力の5分の2とは言いつつも、やっぱ打撃で来るのが一番嬉しいんでね。はい。
まあもうこれ弾けるのはマジでかいです。で、これも休むでいいですね。うん。もう体力はもうこんな感じで、もう50倍以下だったら基本的に休むでいいと思ってます。まあメンタルのいいタクトが来てたらそっち踏んでもいいと思いますけどね。あの気合ゲージマックスの時とかは。うん。ただ、それ以外の時はもう休むで全然 OK ですね。さあ、コツもぼちぼちもらいつつも、うん。大体打撃は一応ね、ミカサはコツ持ってるんで、待ってあげてもいいかもしれません。休みましょう。さあ、セクニ終わりで、どれくらい出たでしょうか。相手で20万点ですね。まあまあまあ、これだけ出てれば十分かな。セクサン30万折り返しも十分見えております。やっぱセクサンはね、絶対30万超えておきたいっすね。さあ、大輝。あー、もう一人二人欲しかったというところで、ここはもう特訓していきましょう。主か、そう。もうどっちもいいっすね。あ、これもそうですね。圧倒的に経験点が違う。休んだ後はこっちのね、あの経験点も上がりますんでね。うん。まあ、できればね、バーニング練習踏みたかったですけどもね。さあ、気合ゲージマックスね、大輝どうですか？なあ、まあ、これはね、行きます。なぜかと言いますと、甲がプラス12されるんですよ。で、これによって、今、こいつですよね、肩の石張りを上回ることができますので、まあ、それだったら、うん、踏んでいいかなって感じですね。これで、クスイトと石張り両方ね、どっち来ても OK の状況になりますんでね。まあ、大輝ダブルですけども、骨イベントボーナス 200% のミカサがいますので、まあ、そんなに悪い練習ではないです。さあ、ルーカスのこれで強いね。体力回復と体力サイレッチアッププラス8。これで体力がマックスになりました。で、これはマジでいらないターン。両方倒せる状況下で走塁と守備やめてほしい。まあ、守備行くことによって、大勝利が確定になりますので、これはもう、種の特訓行くしかないですね。はい。絶対に守備でね、バーサスやっちゃダメですよ。うん。ゼロ枚なんで、得意練習。行く意味が全くないです。さあ、もう誰もいない渋い練習ですけども、まあこれ踏むしかなくて。さあ、大化筋力か、どっちか頼みますよ。本当に帝王って運ゲーだよね。うん。ここ最近で一番運ゲーな気がする。で、今、タック来てなかったじゃないですか。これ熱いです。なぜかと言いますと、大筋力がね、4枚3枚と積んでるデッキなんで、タックなしで、このバーサス練習狙ってる時は、激アツですね。あ、バーサス練習狙ってる時にタックが発生しなかったら、ちょっと期待できますよ、みたいな感じで。さあ、大気4連チャン踏みつつ、友沢が現れましたね。友沢も早めに倒したいという中で、ここはちょっと風格上げていきましょう。打撃のでかいのを待ちつつ、友沢に備えて風格を上げていくという感じですね。さあ、お願いします。もうトリプルタックでいいから、マジで。トリプルタックでいいから、お願いは、光もしない。一応ね、このバーニング練習発生時は、そこに集まりやすくなるっていう補正かかるんですけども、まあ、こういうことも全然ありますよね。このね、パワープロの、まあ、いいとこでもあり悪いところなんですけども、数字を明確化してくれないんですよ。上がりやすくなるとか、うん。なんか、書いちゃっていいと思うんですよね。なんか何パーセント上がりますとか。だって解放の2段階の確率もそうじゃないですか。なんかもう、そろそろそれ欲しいよね。うん。なんか、マジでゲームウィズさん、その攻略サイトの方いなかったら、我々終わってますからね。うん、本当に、そのね、攻略サイト作って、ね、記事書いてくださってる方にはもう感謝しかないですよね。うん。この検証がないと、ね、うん、一生ね、倍率か分からずのままってとこですからね。それなんか、うん、まあ、自分たちで調べてっていうのも、まあ、そういうのもね、いいのかもしれませんね。さあ、司令塔も、もうここからコツガンガン取っていきます。最終的に、まあ、トンボはないので、今のうちに金徳とか全部取っておいて、で、足りない経験点を補うように立ち回っていくっていうね、動きをするのがいいと思いますんでね。はい、こう思い切って休んで、もう打撃タック全然踏めてないけど、そろそろマジで来てください。お願いします。いや、光らないわ、やばい。さあ、4ターン何もできずに、友沢打倒にも1ヶ月くらいかかっていて、ちょっと、嫌な展開でありますよね。
まあ俺もこう本当はこう、そう、唾液踏んでバーニングにして気合ゲージマックスにしてオールプラジオ狙うって作戦だったんですけども、それ叶わずなんで、うん、ああ、もう俺も行くしかないね。筋力、このね、大筋力両方で街作るってのはマジやりたくないんですけども、これも妥協です。はい、こんだけ大気タックがね来なかったらもう行くしかないよね。で、残り2ターンしかないプラス分散しちゃうので、これマジ苦しいです。これはちょっと打撃無音も覚悟しなきゃいけないという中で、あー渋い。しかも筋力にすら来てないっていうね。さあ、これはもうどうすればいいのかわからないという中で、一応体力ゲージマックスキープしたいんで、このターンは猛特訓来てますけども、まあ、メンタル練習行きたいっすね。うん。一応オールプラス8タックじゃなくてもしてくれますので。さあ、打撃マジで頼むぞというところでどうですか？神様お願いします。光っている。さあ、どうだ？うわ、強いトリプルルーカス。これは奇跡です。このね、分散してる中でこれ来てくれたのはもう感謝でしかない。うん。ありがとう。このサクセスが、ボツにならなかった要因が、このタックに詰まっております。さあ、行ってらっしゃい。オッケーです。もう基本的にトリプル踏めればもう勝ちですから。はい、それに一人いてくれればもう十分ですね。完走します。さあ、ボリューセ効きません。こういうことあるので、まあやっぱ、はるかとか、クネミアとかは積んでおきたいね。さあ、33万折り返し、いいペースで来ております。さあ、あと友沢をどう打倒できるかという中で、上回っていきましょう。猛特訓来てますね。効果層。まあ、効果これ強いんだけど、これいっちゃうと意味ないんだよね。二つ抜かしたいんで、ここは走塁。めっちゃ効行きたいけど、これは走塁でいきましょう。まあ、強いターン筋力練習踏むって考えであれば、こう言ってもいいんだけど、まあ、ここは、ちょっとでもね、マッチを作りたいんで、そうに行きます。友沢完走。OK です。ルーカスも完走。まあね、一応ルーカスから走ってくれて、ルーカスを成功させるっていうのが理想的な流れではあるんですけど、まあ、ここはしょうがないですね。で、俺も片守備は論外なので、守備で大勝利を狙っていきます。さあ、大化筋力、どっちかに湧きてくれ、頼むぞという中で来てくれました。オッケー。ただ、これまたね、二つの街になっちゃってるんで、ちょっと後手後手ですね。筋力を、ちょっと、とっとと終わらせたい。光らない。ちょっと苦しいぞ。光らないし、風格曲げたいが、バーニングを踏みたい。体力も下がっちゃう。さあ、どれを選ぶかですね。休むか、猛特訓の2択。これ難しいところですが、まあでも、休むかな。サポートイベント発生してくれるんだったら、猛特訓でもいいけど、やっぱね、体力レベルマックスで、バーニングは踏みたいので、これは、もう賭けですね。マジで。休んで無音だった時がね、本当にしんどいんですけど、まあ、もう行くしかないよね。お願いします。祈りましょう。お祈りの時間。さあ、どっちかでいい？どっちか強いしてくればいいんだから。ダブルと、うわー、これは外したね。見事に。で、一応まあ、効果層で抜かしていくという中で、まあ、バーニングどうせ組むんで、ここは層の方がいいかな。層を上げてあげて、うん。で、大気筋力のバーニングで抜かしていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。さあさあさあ。広告イベントがマジで弱いよね。うん。なんか別にコツとかもらえるイベントもないし。さあ、筋力ラスト！ああ、ミカサだけはもうしょうがないよね。まあ、コツがあったのが救いかな。うん。一応これコツ経験点だったらミカサ4000点くれるんで、まあ、弱いけどまだ耐えた方、ああ、打開くれ、打開か。まあ、うん、経験点は良かったけどね。さあ、ちょっと一発渋い練習踏んじゃいましたが、大気ダブルルーカスは悪くない。ただ体力レベルがマックスではない。残り5ターン。で、一応大気踏めば抜かせるんですよね。二人を、今いるね。
ていうかまあここからは結構ランダムでガンガン来るんですけども、まあすぐちょっと大筋力でスタンバりたいのでこれも踏んじゃいます。はい、ちょっと本望ではないですけども、まあ一応そこそこの経験っていうのはなります。でこのタイミングで、キャゲージマックスになったっていうのもでかかったですね。これでオールプラジュ、これね守備があと1足りなかったんだよな。これ犬川以外だったらオールてか大勝利狙えたかもしれないね。こういうなんていうの、噛み合わせっていうのもあるんですよね。でこれはメンタルオールプラジュにびっくりもついてますので、これは立川でいいかなって感じですね。うん、立川チャンスこそ持ってるんですよ。それがマジで欲しい。この高校も勝負してくれるくせにチャンスは自力で取ってって感じなんで、この大谷から立川からチャンスコツを引くっていうのがマジで大事ですね。うん、超運ゲーですけども、ここは体力キープもできる、やっぱメンタルですかね。休むよりかはこういう状況下ではメンタルの方がいいと思います。で今回ねすごいミートが、上げやすくなってるんだよね。うん、珍しいよね。パワーは乾燥させやすいんですけど、今回はミートがマックスまでいきそうです。まあ、ミートコツもらえたってのもありますけどもね。さあ、立川、チャンスお願いします。まあ、筋骨持ちなんでね、あんまコツくれないんですけども。くれないね。まあ、くれないけども、2800点は美味しいですね。さあ、試合は楽勝でございます。まあ、帝王強いんで、試合負けはあんまないかなって感じですよね。大谷シングルは渋い。で、これは、メンタルもう一丁かな。メンタルもう一丁でプラ8オールすることによって、ミカサと、ミネモト両方抜かせますね。特にミカサは大勝利を狙えるようになる。ということで、まあ、これもちょっと渋いですけど、メンタルいっときましょう。さあ、筋力もそろそろ踏みたいが、筋力どうだ？これも行くしかないか。あー、これも悩ましいところ、めちゃめちゃ悩ましい。一応猛特訓来てるんだよね。うん、なんでここは守備方ちょっと置いときたくない。で残りターン的にも4ターンなんで、今の筋力と今いるどっちか2人をに勝利してバーニング踏むっていう感じでね、サクセス終わりそうなんで、うん、あとこれ甲子園行った時に大化筋力いい感じで踏めるかにかかってきますね。さあお願いします。大気1枚筋力が、これは言っていいかもね。ルーカスシングルですけども、他2人こっちイベントボーナス、でもアルミンが微妙か。まあでも、そうも言ってらんないですね。であと大気待ち、これで1個に絞れましたので、もうみんな大気来てくれと、5人タックマジで来てくれという中で祈っていきましょう。お願いします。何でもしますから。いや、それじゃさっき来いよ。で、これね、これメンタルの体力回復量を、ちょっとね、頭に入れなきゃいけないんですけど、レベル3だとどれくらいいくか。これアルミンのコツ付きだから、若干美味しいメンタル練習なんだよね。ただ最大値を狙うんだったら、これ休むなんですよ。休むで、練習効率上げて、最後の大気タックルに備えるってとこなんですけども、いやー、これねー、私はこれメンタルタックで体力レベルマックス届くと思っちゃったんですよね。届くと思っちゃったんですけど、実際にこの練習を踏んでみるとですね、わかるんですが、悩んでおります。さあこれ届くのか、届かなそう。次のターンの自然回復入れても届かなそう。ってなってくると、やっぱさっきのターン休むが正解だったかな。ここに全てをかけるのであればね。さあ大気来ております。そこそこ強いんですよね。これで休むだったらユースとか乾燥したと思うんで、これ休むでよかったね正直。っていうのが、まあ、反省点。ちょっと終盤のバーニング練習があんま人数来てくれなかったね。まあそんなね、常に大人数いたら、それは神サクセスになるんでね。まあ、60万点とか行くサクセスだと思うんですけども。いやー、まあそこはまあちょっと持ってなかったというところで。まあただ経験点バランスはめちゃくちゃいいので、
海岸もいらないかな。はい。まあ、いい感じに最後、基礎値とか上げて、得の取りつつ、最後にこの大谷からチャンスコツをもらって、終わりましょう。チャンスコツをもらえたらまじ、なんていうの、5、6000点くらいの恩恵あるからね。頼む。いや、ハイボールじゃないよ。今、ハイボール飲んでるけど。これ、直取りがマジできつい。本当にチャンスコツもらえるかどうかマジでね、メモリで言ったら5メモリくらい変わるんじゃない、うん、大げさな話じゃなくて、もっとかもしんないね。うん。いやー、そこ引けないの痛いね。でもやっぱ昔みたいにね、それなんか、コツのありがたみが返ってきたっていうのは、いいことだと思っております。うん、昔とか、パワヒ、アベヒ引いたらもう、うっしゃみたいな感じだったじゃないですか。それが今、チャンスコツになってるんで、まあ、オリジンサクセスのいいとこですよね。さあ、そんなこんなで終わりました。ちょっと終盤失速したけど、一応53万超えは出せましたね。はい。55くらいは狙えたかな。うまく噛み合えば。というところで、まあ基礎値も綺麗に踏めました。いいキャッチャーができましたね。足が遅い。足が遅い、いいキャッチャーができました。はい。はい。今回できこんな感じです。結果見ていきましょう。はい。J11 の真ん中くらいかな。はい。12はいけたなー、これ。ってところでね、ちょっと、そこは、残念ではありますけども。まあ、バランスが良かったのが良かったんじゃないかなと、思っております。はい。って感じでね、ようやくサクセスも、ガンガンやっていけそうなので、ちょっと、チームランクもガンガン伸ばしていきたいと思います。今、最高は J15 なので、ちょっとそこを目指していきたいですね。はい。っていう感じでね、今回は、J11 のキャッチャーができた帝王サクセスでした。ちょっとでもね、参考になっている方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼します。See you.